鳥山石燕、百吉徒袋より、雲外鏡は、江戸時代の浮世絵師、鳥山石燕の妖怪画集、百吉徒袋にある日本の妖怪の一つで、鏡の妖怪。石燕は、高欄の後ろに立ち舌を出した顔のある鏡が描いており、百吉徒袋の解説文には、以下のように解説されている。照魔鏡といえるは、諸々の怪しきものの形を映すよしなればその影の、映れるに野党も必死にどう出るままにこれ神の、妖怪なりと夢の中に思いぬ、照魔鏡とは、魔物の正体を明らかにすると言われている、伝説上の鏡で、高井蘭山の特本、絵本三国妖婦伝では、陰の中央を堕落させた美女、ダッキの正体を見破ったとされる。百吉徒袋の雲外鏡は、その照魔鏡をもとにして石燕が創作した妖怪と言われており、絵は化け物のような怪しい顔が浮かび上がった鏡として描かれている。平成以後の妖怪関連の書籍では、100年を経た鏡が妖怪と化した付送信であり、妖怪となった自分自身の顔を鏡面に映し出しているもの、または照魔鏡に映された妖怪たちが照魔鏡を操って動かしているもの、などと解釈され解説されることが多い。名称の雲外鏡は多くの妖怪について記述された中国の地理書である山海経の名にかけたものとの説もある。妖怪漫画家水木しげるの著書には旧暦8月の十五夜に月明かりの下で水晶の盆に水を張り、その水で鏡面に怪物の姿を描くと鏡の中にそれが住み着くという伝説が記されている。1968年の映画、妖怪大戦争に登場している、雲外鏡は、狸の姿をした妖怪としてデザインされている。息を吸い込んで腹を大きく膨らませて様々な場所の様子をテレビのように映す能力を持っており、劇中でもその能力を使用している。昭和以降の児童向け妖怪図鑑では、雲外鏡は腹に鏡をつけた狸のような姿の、妖怪であるとか、自らの体に様々なものを映し出すことができる、などと解説されることが少なくないが、妖怪探訪家、村上健二の指摘によれば、それらはこの映画における、雲外鏡の影響下にあるものであるとしている。ありがとうございます。